そこ人通れる、人一人ぐらい通れるスペースがあるから、うん、入れなくはないの。入れるのよ。しかも、うん、あの門とかでさ塞がってるとかじゃなくてさ、うん、絶対入れちゃうから普通に、うん、マジで入れるスペースなの。だからリアルに人が入ってた可能性もあるし、人じゃない可能性もあるから、あれは何だったんだろうな。私も何だったんだろうって。なんかリアルに怖い。リアルに怖い。それは。なんか心霊現象的な怖い話あんまないんだけど、リアルの人間的な怖い話は結構ある。うん、それはマジでビビった。それビビる。ビビるよ。それは。はってなる。何が怖いってさ、下着だぜ。いやちょ。いやちょっと。何があったの？何色着てたんだろうあの時は。事故に相談しましょう。学生の時ですね。それはあるかなっていう。みんな窓はちゃんと閉めようね。窓は閉まってたよ。カーテン。あ、カーテン、カーテン。そう、カーテンみんな閉めようね。夜中だからって油断しちゃいけないぜ。みなとさん行きましょうか。まああの白雪はところどころで話している通り死ぬことあるんですよね。でも金縛りも日常茶飯事。新しい家に来てからは少なくなりました。そんな私はですね、本日そこまで怖くはないですが、この家にいる東雲クレアと。ご飯に行った際にですね、はい、まあ食べ終わってお腹いっぱいってちょっと帰る前にトイレ行っていいって、そのご飯街っていうのがよくあるビルの中、ビルの上の方にあるレストラン街みたいな、うん、ところにご飯を食べに行って、でそこでね、その階にあるトイレでなんかまあエレベーターから結構なんかこのエレベーター古いんだねってガタンって言ったりするぐらいのエレベーターで、なんかちょっと気味悪いなと思ってたんだけど、普通にご飯も食べて美味しかったってして、トイレ行くときに向かいから女の人が歩いてきてるのが見えてたの。で、あ、避けなきゃと思ってたんだけど、その女の人が私たちより先にトイレに曲がっていくのが見えたの。で、まあ、そこを女子トイレ男子トイレで隣になってて、女子トイレに入っていくのが見えたから、あ、でトイレに一人いるんだなって思ってて、でクレアとこのまま話しながらトイレに行って、私もクレアも用を足したかったから、言い方だな。用を足しに行ってるので、パッて中見たときに、化粧室には誰もいなかった。で、中見たら誰もいないの。うん、で、なんか個室をね、すごいキョロキョロしてるから、どうしたって聞いたら、そう、あれと思って個室見てて、で、化粧室もお買い物って見て、どうしたのって聞くから、さっきさ、女の人、向かい側から来て入ってったよねって、普通に。そのままを聞いたら、そんな人いなかったよ、うん、いや見てないけど、そうで、見てないけどみたいな言われて、私はしっかり見てたの、その女の人が、うん、本当に OL っていうかのオフィスカジュアルみたいな格好した女の人が一人でトイレに入っていくのが見えてたの。でもクレアには何にも見えてなかったらしい。見えなっていうのが最近、まあ、そうだね、ちょっと前にクレアと会った話ですね、うん、それは私も経験した怖い話。そう、私は久々にはっきり見えた。あれなんかしっかり怖い話だな。前、さっき前から人来なかったって言われて、見てないけどみたいな。結構ガチトーンだったよな、その時。だってガチだから、その女の人漏れそうだったのかな。漏らしてたのかな。漏らしてた。それは良くないね。一緒に行きたかったんだろうね、きっと。そしたら多分もうお亡くなられてたのかもしれないし。え、幽霊もうトイレ行くの？トイレに行きたかったのと思うよ。なるほどね。あんないろんなタイプの幽霊いるかもしれない。そっか、トイレに出てきちゃう。もう一つ怖い話していい？うん。さ、うちらこの間ワンマンライブやったじゃん。うんうんうん。リアルにさ、2ヶ月後にワンマンライブやるって怖くない？怖いなー。怖いなー。怖いなー。2ヶ月って何日だと思う？60日後にライブするワニ。え、なんなら2ヶ月切った。切った。ちなみにあと1ヶ月。撮影日は、撮影時はあと1ヶ月。怖くない？怖いな。怖いな。ということで7月の2日に秋葉原ゼストさんにてワンマンライブ決定しております。ぜひ遊びに来てください。人が来てくれるか。怖いな。怖いな。以上私たちリリ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 リ